リードマンって悪い人なの？第3回放送開始です。はい、どうも。だいぶタイトルコールが慣れてきましたから。タイトルコールだけ、だけ、だけで、どうですか、ここまで聞いてきて。悪い人そうですか？なんか悪い人じゃないのに悪い人って言われてるのかなって感じしてきましたね。でもこれから裏の素顔そうなんですかそうなんですか、そういう展開だったんですか。なるほど、どんでん返しが起きる。どんでん返しが、はい、また騙されず、ね、はい。まあ、あの前回は、そうね、あの市場 の、 かん、の機能が、はい、まあ、例えば、黒人の人とか、はい、社会的弱者にどういった、はい、意味を持つのか、はい、それのフリードマンの認識についてね、はい、考えていったんですが、まあ、あの西部さんが若い時に、はい、翻訳に加わったそのフリードマンの科学理論、はい、そこのちょっと、一節をですね、はい、抜き書きしてきたんですが、はい、まあ、まあ、それは詳しくウェブでってことで、はい、まあ、これを読むことはしませんが、一応ポイントは、黒人は職業選択において白人と同じ立場になった。彼らは訓練と教育を受けるにあたって同じ可能性を有してはいなかったが、その理由の一部は公共施設の利用可能性が軽んじられたことであり、一部は民間団体による人種差別であるというふうにフリードマンが書いてる。ちゃんと正しいじゃないですか、これ一応、うん、はい、だからフリードマンが全然その黒人差別をですね、はい、あれ、まさかの、いやいやいや、だ俺も まさかの携帯になってますよ。いやいやいや、なってないってない。空耳だよ。またですか、玉先生。いやいやいや、空耳、空耳。またやっちまいましたか。もう、ね、大丈夫、大丈夫。いやいや、何を言ってるんですか。あ、そうです。視聴者も聞こえなさなかった。いや、わかりました。はい、まあ、聞こえなかったことにして進めますが、はい。はいはい。まあ、フリードマンはこういうふうに、やっぱ差別はあったので、まあ、訓練を受ける機会とか教育の機会は平等の方がいいって言ってたんですよ。そうなんですよ。特にね、あの、はい、公共施設の利用可能性とかね、はい、そういうところにも言及してるんで、市場に任せれば全て OK なんてね、はい、言ってないことの証拠ですよ、はい、これはね。その証拠をなんと西部進さんが翻訳しているという、うん、でそれで西部さんの影響を受けた、はい、あの小物たちが、はい、フリードマンを歪曲して使ってると。なるほど、ね、お前らの師匠が書いたあの翻訳本読め、うん、読めよと、とりあえずとこういうのが恥ずかしいと思うんですよ、うん、なんか、わかります？なんかこう、八百屋のやつに、あの、お前はプラモ屋だろうとか言って、こう、なんかディスってるみたいな。そうそう、まさにその典型だよね。はい。フリードも言ってるよ、それ。はい。うん、お前のとこは攻め台も売ってないのかとか言って、こう、八百屋に当たってるわけです。いや、うち八百屋なんてもともと売ってないと思うんですけど、みたいな。しかもこれは教科書で、弟子たちがね、読んで影響を受けて、フリードマンの一番の、こう、はい、今のね、マナ弟子の一人で、トマス・ソーウェルっていう人がいるんですよ。はい、彼は黒人なんですよ。うん、でそれで黒人差別のすごい専門的な本もどかどか書いてて、はい、そのベースはこのフリードマン科学理論だから、うん、もう師匠の教えをもう全面に受けて書いてるんですよ。あれおかしいですね、こう差別はもうあればあるほどいいって言ってたのがフリードマンみたいに今言われてるんですけど、わけわからない。だからね、西米さんの訳したやつをともかくアマゾンで古本しかないけど、はい、数千円も場合によっては1万円ぐらいするけど、はい、買えと。なるほど、うん、なるほどね、はい、西米さんも自分で翻訳したこと忘れちゃったかもしれませんね。どうなんでしょうね。そうだね、ご自身でこんないいことをフリードマン言ってるよって日本に紹介されてたんですけど、僕はそこ訳してないよとか言われて。そっちですか。別な人だった。はい、っ、ね、じゃあ次です。はい、で、科学論の最後の部分ですが、はい、まあ、マクロ経済学ミクロ的基礎ってね、はい、第1回で言ったように思いますが、はい、社会全体の動きだけで捉えるのか、その社会を構成する一人一人の人間の行動に注目して、そこから社会全体の行動を構成していくのか、はい、この2つの見方があるんですね、はい、もう細かいことを言わず大きく見ればそれでいいというのが、はい、実は昔のケインズ経済学の捉え方、うん、でそれじゃちょっと、いろいろ不都合が生じますよっていうんで出てきたのが、一人一人の行動に注目して、それが社会全体の行動に反映しますよっていうのがマクロ経済のミクロ的基礎、簡単に言うとね、はいはい、うん、でそれの、重要なあの主張をフリードマンは工場所得仮説という。なるほど、はい、で従来の、まあ、これね消費の理論なんですよ、はい、人がどういうふうに消費するか、はい、まあ、先ほど言ったように経済を全体で見ちゃうというケインズの、ね、はい、考え方は、はい、ケインズの消費理論というのは、はい、今現在の社会全体の所得が、はい、社会全体の消費を決めますよと、はい、今これぐらい儲かったからこれぐらい使いますっていう、そうそう、極めて単純な、ね、GDP 知ってるでしょ、はい、GDP が例えば日本全体で500兆円ぐらいあるとして、それが600兆円に増えれば、はい、それに伴って消費も増えると、うん、
いうのがケインズですね。ケインズ、はい、で、もう今現在しか見てないっていうところも大きい問題で、はい、それを正したのがフィッシャー、はい、アービン・フィッシャー、アービン・フィッシャー、はい、この人は、現在未来があると、はい、でその間で人は、合理的に自分が一番最もウハウハするように、はい、消費のあり方を決めますよ、はい、将来これぐらい儲かりそうだから今のうち安いうち買っとくかみたいなのが働くということですね。そうそれがフィッシャーで、はい、期待の働きっていうのはこの辺からちょっと出てくる。まさにおっしゃる通りで、はい、元祖リフレ派ですもんね。リフレ派ですね、はい、一応私はちゃんとそれなりに勉強してみて。いや何言ってんですか。もちろん、とんでもはなるべく言わない、まあ、なるべくですか、たまに言いますけどね。いやなるべく言わないです。ジョーネンさんが何をおっしゃるんですか。はい、間違ったことを言ったら日本も終わりですよね。はい、で、フリードマンはどういったところに注目したかというと、はい、まあ、フィッシャーの考え方をねかなり取ってるんですが、はい、所得っていうのはね、はい、いつも変わらない部分と、はい、もう一つは、一時的に変動する部分があると、はい、第2回でしたっけ、はい、その連合の話で出てきたように、はい、今、主張されている、はい、賃上げっていうのは基本給を上げろと。そうなんです。基本給っていうのはどちらかというと恒常的な変動です。そうです、民主党が言ってるのは基本給を上げろと。そうそうそう、はい、ボーナス増えても認めないとかいう感じで、ちょっとおかしいんじゃないかな、ね、でボーナスなんか一時的な変動の方ね。そうですね、はい、でまた税金で見てみると、はい、今回消費税上げますよね。あ、はい、で 5% から、8%、はい、で絶対阻止しますけど 10% にすると言ってますが、はい、これは恒常的な変動、はい、だってずっとそのまんまだから。そうですよね、うん、本当は違うんだけどね、はい、下げようと思えば下げられるんだけど、はい、で一時的な変動っていうのは例えば今回、政府がね、はい、消費税を 8% に上げるので、はい、いろんな給付金を出そうとか、はい、または、公共政策をやろうとか、はい、そういうのを補正予算でやりますよね、はい、あれまさに、典型的な一時的変動なんですよ。なるほどね、それを分けようと、はい、で人々っていうのは合理的な人っていうのは大体、現在将来ずっとですね似たような消費をすると、はい、これをキーワードで、はい、消費の平準化って言うんですね。なるほど、ね、はい、で、多くの人はつまり所得が一時的に大きくなろうが小さくなろうがあまり、はい、大きく消費のスタイルを変えないと、はい、うん、僕が今、チャンネルクラガーからいきなり一時所得で田中先生ありがとうっつってですね、はい、うん、万円もらってもですね、はい、それで僕の消費スタイルが変わるってことは、うん、多分ね。なるほど、みんな酔い越しの金を欲しがっていると、むしろあ、そうですね、はい、酔い越しの金を欲しい、消費パターンはもう工場所得に依存するというわけです。ですので、まあ、言い方変えると今度のね、はい、消費税増税、はい、それは恒常的な増税なので、はい、それに対抗するにはどうしたらいいと思う？うーん、対策も恒常的な減税であったり恒常的な何か金融緩和とか、金融緩和、はい、日銀法改正ですね。そうそういったものが望ましいとね、はい、一時的に財政支出をしてもあんまり意味がないと。そうですね、まあ、全部補正予算で、はい、財政政策が特にね日本の場合は設計しちゃってるので、はい、ここまで聞いて分かっちゃいました。要は、フリードマンがここで金融政策も効かねえとか言い出すのは金融政策もどうせ一時的だろっていう分類だったんですよね、うん、まさにその通りですね。ところが今リフレファーそれに反論してフリードマンふざけんな、そうじゃねえと、ね、コミットメントすればそれは恒常的な、まあ、所得の方に影響を与えるんだと、ね、要はルールを政策的な枠組みを作ってその枠組みでずっと運営しますって言ったらその恒常所得の方に働きかけるから、あなたのおっしゃる通りほら工場の方に影響出るんだから無効なわけないでしょってフリードマンに言い返したんですね。そうこれがリフレ反ですね、うん、だからフリードマンの考え方をさらにこう、はい、まあ、言い方悪いけどパクって、はい、フリードマンの考え方から、はい、あなたの、はい、結論を覆すようなことも言えますよっていうのが、はい、まあ、リフレ反、ね、そうですね。ディベートでいうターンアラウンドってやつですね。そう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 、相手が出してきたその、まあ、ロジックとか証拠を使って、うん、それはあなたの言ってること間違えたことを証明してますよってこうやっちゃうと。そう、要は長州力がですね、サソリ固め自分にやられちゃう、逆サソリですね、うん、はい、そうなんだね、ハンセンがラリアットで倒されるみたいな、ね、そう、はい、まあ、一番効きますね、得意技でやられちゃうみたいな。そうなんだよ、うん、だからフリードマンがこう晩年にね、はい、インフレ目標を主張した、はい、ケインちゃんじゃないんだけどロバート・バローという人がね、はい、フリードマン教授の言っていることを応用すれば、はい、インフレ目標を言えるんですよと、はい、いうことも言ったんですよ。フリードマンが亡くなる数年前にね、はい、それに対するフリードマンの答えはなかったけど、あ、うん、まあ、だから、そういった点では、はい、まあ、フリードマンの影響をみんな受けてるんだけれども、はい、まあ、まあ、
ですね、受けた恩をなんて言いますかね、あだで返す、あだで返すっていうちょっと歌詞がなんだろう、はい、まあね、そういった、はい、面白い展開なんですね。なるほど、うん、はい、そして次です。で、科学論の話はそれぐらいにしてですね、はい、フリードマンのもう一つの貢献の貨幣理論の話をですね、はい、いよいよしていこうと思うんですが、はい、ところがね、もうそろそろ時間なんですよ。あらあら、残念ですね、はい、なんでちょっとここはチラ見せしただけで次回に譲りたいと思いますので、また第4回の方ご期待いただければと思います。ということで皆さん、また来週というか、まあこの次ですね、明日です多分。はい。